さあどうもオカリナの平本ですということで今日はですねメール頂戴しましたのでズバッと答えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。第1個がですねカンターレを買いたいんですけども低音のラの位置をカンターレのままの方がいいのか変えた方がね、移動した方がいいのかっていうことともう1点が、これから冬場寒くなりますね。そうした時に結露現象を、予防するにはこの方法が合ってるのかあるいはいい方法を教えてくださいっていうので来たんでやっていきたいと思います。ありがとうございます。はい、メール紹介したいと思います。オカリナ塾に参加させていただき水曜日が楽しみになりました。塾生さんでございますね。ありがとうございます。カンターレのオカリナが欲しくていろいろ聞いて何にしようかと迷うばかりです。うん、これ分かるようにオカリナ塾っていうのはカンターレ塾ではないのでいろんなメーカーさんに対応してますんでぜひ皆さん自宅で僕と一緒にオカリナ塾、オカリナ塾よろしくお願いします。迷うばかりです。迷ってください。そしていっぱいコレクションよろしくお願いします。そんな時コウタ先生の 1C から 4C の動画、ジブリシリーズかな、うん、今度 5G、6F、7C やるんでねぜひ聞いてください。グッドタイミングと思いました。でもまだ決められなくてすいません。いやそんなことないですよ。もうどんどん迷ってくださいね。少し前の動画で、穴の位置を変えたオカリナも作れますと言っていましたがカンターレの楽器になれるためにもそのままの方がいいのかなといろいろ考えてしまいますということでまずは、穴の位置のやつですねからいきましょう。はい、これが実は位置を変えたやつなんですよ。で通常カンターレというのはこのね中指の下いわゆるラの下にラがあるんですよ。ラの下にラがあるんですよ。違うか、うん、ラの下か、そうだな、ラの下にラがあるんですけどもシの位置にあるわけですね、この中指に、うん、こっちに変えた方がいいのか、まあ、カンターレ独自のこっちにした方がいいのか、まあ、これはですね、オカリナ地区やってからなんですけどもだいぶこっちの注文今ですね20本以上注文来ちゃっててすいません遅くなっちゃってね。なのでまあ別にやりやすい方でよろしいかなというふうには思っております。はい、うん、ただやっぱりね穴移動する場合多少手間暇がかかるので納期が少しね、頂戴する場合があります。あとはそうですね、脳の活性化で今までね、動かしたことがないこのねこっちのこっちでやっていただくと脳が活性化するかもしれませんけど基本的には EX 以上であれば無償でね、やらせていただきますんでまあ今まで慣れたね、この死の方にあった方がいいよっていう場合は、それで言ってください。今はね、もうだいぶ作りは慣れました。で、特許があるからできませんよねっていう話があったんですけども、うちが持ってる特許っていうのは、穴を塞ぐための特許なんですよ。はい。この間ね、この深掘りがね、すごく、やりやすかったですっていう、これが実は特許なんですよ。ここの穴の形状がね。うん、はい、これがまあスッ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 となるっていうことなんで、まあ穴的にはまあどちらでもよろしいですね。うん、うん、まあ非常にね、EX を買っていただければこんな音色が出ますんで、まあよろしいかなというふうに思っております。はい。まあこれどちらでも大丈夫です。私バッチリやりますから。さて、続きましては結露現象についていきたいと思います。今私が教えてもらっている先生は、同じ人ですので、やっぱりダブルで入っていただいてるんですね。ですから、オカリナ塾で、自宅で楽しんでいただき、お教室にもね、リアルのお教室にも行ってるということで、私が教えてもらってる先生は、まあ、先生がおっしゃってるわけですね。レッスンを始める前に、一番最初に、オカリナの歌口と全ての穴を塞いで、音が出ないようにして、ふーっと息を入れます。うん。特に冬などはオカリナが冷たくなっているので暖かくなるようにと息を入れて、温めてから音階練習に入ります。うん、これは基本的には理にかなっていると思います。ただ今までコウタ先生の動画を聞いていて一度もそのような話がなかったかと思います。
うん、最近はしてないかな、うん、秋冬にたまにするかな、結露防止のためとか温めた方が良い音になりますと、通ってる先生は言われております。カンターレのオカリナも吹き始める前には、うん、そのようになされますか、それともカンターレオカリナは塗装をしていないと聞いているので、まあ無垢が多いからね、うちはね、結露したりしないのでしょうか。今使っているオカリナは表面がツルツルしているので塗装してあるものと思います。うまく説明できなくてすみません。全然バッチリです、任せてください。行きましょう。そうですね、いわゆるオカリナの一番の寿命を縮めてしまうものっていうのが実はこの結露現象なんです。で、結露現象っていうのはやはり夏場より冬場の方が圧倒的に起こりやすいですね。窓なんかにもつくじゃないですか。じゃあなんで結露現象が起きるかっていうと、まあこのオカリナに関したことで言えば、息を入れますよね。で、息を入れた時に息の中にですよ、水蒸気が入ってるわけですよ。目には見えませんよ。ね、入ってるわけ。で、それが、冷たい楽器に入れてしまうと、これはですね、小学校の理科ですね、飽和水蒸気、ね、飽和水蒸気量って習ったじゃないですか。ね、それは気温が高いほど飽和水蒸気、水蒸気が含む割合が高いんですよ。で、温度あるいは気温が下がると、一定数の水蒸気が具現化して水滴になってしまうので、冷たい時っていうのはそのね、含まれる水蒸気の量が下がりますから、具現化して水滴になってしまうということになってるんですよ。で、そのために温めるっていうことは、この先生が言ってることは当たってます。はい、正解です。で、カンターレは塗装をしていないので結露しないのでしょうかっていうんですけど、カンターレは基本的にね、これ黒糖っていう焼き方してるんですけども、結露現象はします。これは塗装しててもしてなくてもしますので、基本的に冬場いきなり吹き始めると、もうここがね、まあ冬場になったらやりますけど、もうめちゃめちゃね、水滴だらけになってしまいます。はい、ので温める、これは当たってます。ただですね、これは僕の見解なので、 100%正しいとは思ってるよ。思ってるけども、いわゆるぜぜひひで聞いてね。うん。作り手の僕からすると、温めて、吹き始める。ここはバッチリなんですけども、この先生ね、2点、ちょっと私からちょっと付け加えたいことがあるのは、オカリナの歌口とすべての穴を塞いで音が出ないようにして温めるって言ってるんですよね。ってなると、音が出ないようにして温めるっていうと、もしかすると、これごめんなさいね、違ってたらすいません。このリードまで塞いでる可能性があるんですよね。こうやっちゃって、ね。あるいはこう持っちゃって。で、この場合ですよ、どこのメーカーさんでも、やっぱり一番ここ大事なんですよ、このリードの部分って。ここを塞いでる場合、これはやらない方がいいと思います。まあ、やってない人はやってなくていいです。はい。で、もう一点が、音が出ないようにしてフーフーって息を入れて温めるって言ってますよね。で、この場合ですね、なんで温めるかっていうのを分解していくと、結露がしないように温めるんですね。でもこの場合ですと、結露を実はしながら温めちゃいしまうことがあり得る。なので温めるんであれば、僕は温める前に息は入れない方がいいと思ってます。うん。ただ、これは 100% 信用しちゃダメよ。僕的には 100% だけどね。じゃあどうやって温めるかって言ったら、手で持って温めるんです。ね。皆さんのオカリナも大体こんな感じでしょ。まあ、カンターレ持ってる方はこれですけどね。まあ、焼き芋みたく、こう、持つんですよ。で、その時にも、ここは触っちゃダメね。うん。まあ、僕は触れるけどね。うん。こう持っていただくと、末端の手の温度っていうのは、だいたい32、3度、まあ、低いですからね、こうやって持っていただいて、冬場だとものすごい冷たいじゃないですか、こう持つと。で、その時に自分の手のひらの体温をこっちのオカリナに移してあげるわけですよ。うん。で、ある程度そうですね、真冬でも5分ぐらいやっていただければ温まるかな。うん。で、自分の手が温かい人だったら、まあ3分ぐらいでいいかな。
で、こう持った時に自分の手の温度と楽器の温度がほぼ一緒であれば吹き始めていいと思います。うん、なのでこの先生が言われてることは基本的には当たってるんですよ。温めてから結露をなくします。ただしこれは結露をさせながら温めちゃってるっていう可能性があるので手で温めてください。で、手とほぼ同じになったら吹き始めていただければよろしいかなというふうに思っております。ということで、分かっていただけたでしょうか。で、これをですねやらないで吹いてしまうとこのような感じになってしまうんですよ。もうこれは明らかに結露現象が原因なんで、はい、ですので、まあ、これから冬場になるまだですね、この9月10月ぐらいだったら大丈夫だと思いますけど、11月に入ったぐらいでまあこう持った時にもヒヤッと冷たいなと思った時には手をこうやって5分ぐらい温めてからやった方が僕はさらに寿命は伸びるかなというふうに思っております。ということで、この方はですね九州のですねオカリナ塾の愛好者でございます。この頃ですねいろいろ各地揃っておりますんでね、いろいろやっていきたいと思いますんで、分かっていただけたでしょうか。ということでね、まあ、穴の位置はね、どちらにしてもお任せあれ、うん、温めるときはできれば僕は手で温めた方がいいかなというふうに思っております。ということで、皆さん、ね、質問疑問ありましたら、私25年オカリナでなりわいしております。ぜひ聞いてください。ということでまた会いましょう。楽しいオカリナライフをどうぞ。